Hello, ladies and gentlemen. I'm Yuka Tanimoto from Forbes Japan, and please allow me to speak Japanese in the first half of this session. So, さあ、まず今日はパイオニアになるためにはというお話を、こう特に女性の世界においてなかなか日本は難しいところがたくさんありますので、そんな話をさせていただきたいというふうに思っています。まず少しお話最初にさせていただきたいのがこのフォーブスジャパンのことについてです。フォーブス皆さんご存知の方もいらっしゃるかと思いますけれども、現在38カ国800万人の方に現在読んでいただいている経済誌です。そして日本では2014年にこの再ローンチいたしまして、そして現在に至るといった状況です。このフォーブスジャパンなんですけども、最初はこのようにいわゆる世界のトップリーダー、まあ、こういった方々を取り上げていたんですけれども、特に日本は他の国と違ってスタートアップにフォーカスをし始めました。それによってたくさんの方々の読者の方々に愛されて、今とてもいい形で今デベロップしています。そしてもう一つフォーブスジャパンの特徴的なところ、これ経済誌としては非常に珍しいんですけれども、随分早い段階からこのように女性のリーダー、そして活躍する女性たちにスポットを当てて1年に1回大きな特集をこれまで組んできました。直近ではご覧のように9月号では100人の国内外の日本人の活躍する女性たちにアンケートを取りまして、何が日本の女性たちにとってのバリアなのか、そしてどういったオポチュニティがあるのか、そういったことをまとめてみました。その中から見えてきた日本の現状、そして何かどういうふうにやったらば日本の女性たちがより輝いていくのか、こういったことをアンケートの中から見つけ出したような気がしています。今日はそのお話について、その前半にお話をさせていただきたいと思います。一つ重要なキーワードが見つかりました。これはまさにここにあるようにアウェアネス、気づきということなんです。何の気づきなのかということなんですけれども、これいくつか見つかってきました。100人の女性のリーダーたちが自分の何かに気づいたとき、いわゆる成功の道、パイオニアの道、そして成功していく道に大きく近づいたと。まず一つ目、この誰が自分の人生を変えるに値する人間なのか、そして自分の人生を変えてくれるそのチェンジメーカーに会ったとき、それをきちんと気づいた人ができた、そういう人たちが大きく成功の一歩を踏み出していました。例えばこんな例を挙げたいと思います。アン・三浦光さんという方がいらっしゃいます。この方アメリカのフォーブスでも実は2年連続で見出すリストというところに掲載された方なんですけれども、シリコンバレーの女性のベンチャーキャピタリストが 8% しかいないんだそうです。その中の一人がこのアン・三浦光さんなんです。この方がですね、実はイェール大学の大学に通っている時に実はアルバイトをしていたそうなんです。工学部の中で、まあ、資料を整理したりだとか、そしてコピーを取ったり、そういったアルバイトをしていたそうなんです。であまりにもその仕事ぶりがとてもいいということで、ある一つのオファーが教授から来たんだそうです。それはあるビジネスマンがイェール大学にやってくるから、そのキャンパスツアーをやってほしいと、キャンパスツアーのアテンドをしてもらいたい、そんなふうな依頼が来たんだそうです。そしてアン・三浦光さんはそのビジネスマンを連れてキャンパスを歩き回ります。でいろんな話をしたそうです。でご自身がパルアルトの出身で、実家もパルアルトにあったので、この春休みにそこに帰るんだ、そんなお話をしたそうなんです。そしたらばそのビジネスマンがこういうふうにおっしゃった。実は自分の会社はパルアルトに本社があるから、ぜひ来ないかと誘ってくれたそうなんです。実際に春休みに実家に帰って、そのパルアルトの本社を訪れた。その本社が実はヒューレット・パッカードだったそうです。で彼女がアテンドしたそのキャンパスツアーのビジネスマンというのが、実はヒューレット・パッカードの CEO であった方、ルー・プラットさんだったそうなんです。でそのルー・プラットさんに1週間半にわたってそのヒューレット・パッカードでまさに社長をずっとついて回るような、もうまさにこう最高のインターンシップをさせてもらったという経験をしたそうなんです。
その後、イェール大学に戻ったアン・ミューラ・コーさんのところには一通の手紙が届きます。その手紙の中には何が入っていたか、2枚の写真が入っていたそうです。それがこんな写真だったそうなんです。とても似ている構図の写真ですよね。1枚目がルー・ブラッドさんとアン・ミューラ・コーさんの写真、2枚目全く同じチェアに座っているルー・ブラッドさんとマイクロソフトのビル・ゲイツさんの写真だったそうです。これを見てアン・ミューラ・コーさんは思ったそうです。私のような女性で、しかもアジア系といういわゆるマイノリティの人間でも、こういった同じ席に座ることができる、ビル・ゲイツと同じ席に座ることができる、これはもしかすると自分自身も世界に何らかのインパクトを与えるような人間になれるかもしれない、そういったスイッチが入った瞬間だったそうです。まさにそのスイッチが入った後、アン・ミューラ・コーさんは多大なるいろいろな成果を出し始めて、そして現在の成功の道を駆け抜けました。そしてもう一つのアウェアネスというものがあったというふうに思います。100人の女性のリーダーたちに聞いたアウェアネス、これはユアセルフというふうに書かせていただきましたけれども、きっかけというものが身になりました。たくさんのきっかけがあったんですが、数多くの女性リーダーたちの気づきのきっかけになったこと、それが第1位が出産でした。そしてもう一つがご家族の病気、そしてご家族の死でした。さらに日本人女性ということなのもあるかもしれません。東日本大震災ということも彼女たちに気づきを与えた大きなきっかけということになりました。つまり自分自身が何らかのチョイスをしたわけではないかもしれないけれども、何か自分自身の生き方、働き方、そういったことに大きく気づかされるような何かに出会った。しかもその出会った何かというものをそれで見過ごさないで、自分が本当に躍進していくきっかけにした。これが彼女たちの一つの、もう一つの共通点でもありました。そしてもう一つ、自分自身のやりがいを見つけるスイッチに気づけたかどうかということなんです。例えばこの方、この人はメディカルノートという会社の高岡美代さんという方です。 CEO をやっていらっしゃいます。この方はマネックス証券という証券会社にいらっしゃって、最初はコピー取りですとか資料の整理のようなことを雑用をやっていたそうなんですけれども、ある時、もちろんマネックス証券もすごいと思うんですが、そんな雑用ばかりやってる彼女に500億円の案件をさせたそうなんです。それで仕事が面白いと、そこで大きくスイッチが入った。そしてそこからはものすごい頑張って、現在のこのメディカルノートを立ち上げというところにつながったんだそうです。こういった気づきの数々をきちんと自分のものにしていくということが重要。そして最後にこのお話をしたいと思うんですけれども、トラスト、これは信用に足る、ここは信用してもいいんだ、安全な場なんだというところをきちんと提供できるような社長さんであったり環境というものを提供していく、こういうことも私は必要なんではないかと思います。最後にこの話をちょっとしたいと思うんですけれども、ムカシンさんという明治創業25年の大変長い老舗の企業があります。実はこの企業の向井会長から聞いたお話なんですけれども、向井会長、非常にこの和菓子を経営していく上でとても大変だったそうです。もう和菓子の時代は終わった、こういうふうに思ったそうですけれども、まあ、そんな時にたまたまお家が引っ越しをしていて、その引っ越しをしている最中に家に行ったらば茶ダンス、和ダンスがあったそうです。それをたまたま開けていたらば、その茶ダンスの中から一通の手紙が出てきたそうなんです。その手紙というものが何だったか、実は先代の自分のお母さんのからの手紙だったそうです。そのお母さんの手紙には何て書いてあったか、実はこんな書き出しだったそうなんです。私は今日一生分の涙を流しました。なぜならば今朝、私の夫、つまりこの昔の社長だった自分の主人が何時何分の電車にはねられて亡くなったという電話が警察からかかってきた。で、自分の今横にはすやすやと我が子が寝ている。でも私は一生分の涙を流したけれども、もう二度と泣きません、この子たちのために二度と泣かないっていう決意をしました、という決意の手紙だったそうなんです。で、それを見てこの向井会長は文字通り泣き崩れた
そうです。つまり何が言いたいかというと、今まで自分のお母様は一回も経営なんかやってきたことがない、子育てしかやったことない人間だった。でも突然のそういったアクシデントによって、自分は明治25年から続く大変な老舗を背負うことになった。ただその覚悟を決めた瞬間に、彼女は本当にこの無家臣というものを大きく展開することができたそうなんです。その覚悟の手紙を読んだ時に、無家臣のこの向井会長はこういうふうに思ったそうです。今まで確かに社長としてやってきた、ずっと会長としてやってきたけれども、自分の覚悟なんて、なんて浅はかな、なんてちっぽけなものだったんだろうと。つまり本当に覚悟というものが決める、つまり覚悟のスイッチが入った時に、人間というものは成功、もしくは何らかの大きな社会的なインパクトを残す一歩に近づけるんではないか、まあ、こういったお話なのではないかというふうに思います。はい、これが私の大好きなお話なので、少しこういったことが日本の女性たちを活躍する一つにつながればいいなというふうに思っています。ご清聴ありがとうございました。ではここからは一人の素敵な女性をお招きしたいと思います。 So please welcome Miss Amy Takemura. Thank you so much for comingThank you so much. Thank you. Thank you so much for coming. Please have a seat. Thank you. So Amy-san is an entrepreneur and also a co-founder of PTX.com and also a future at Tokyo. So first of all, so please, could you tell me about yourself, a little bit about your, especially the career? Sure. So I'm sort of a self-made entrepreneur myself, it wasn'tI wasn't a typical sort of like charismatic leader from the young age. I sort of grew into the role by being exposed to many opportunities to build products and services, working for companies such as Amazon and Disney. I had a fortunate experiences to build a team from 3 to 50 and things like that. So through a lot of theexperiences that I never knew how to deal with it. My former employers kindly gave me a lot of opportunities to take on, and as a result of that, I built enough confidence to start my own startups. And okay, so first of all, you choose the career of a consultant, and then you joined the internet industry, right? Yes, those career looks like very wonderful, especially under this, you know, circumstance. You have, you know, own your career and also your skill. So how did you choose that, you know, the wonderful skill and wonderful industry to build your career? So when I was in college, I went to a Japanese university, and as some of you may know, Japanese universities don't do, at least in the past, don't do a good job of helping you build your own callings or career. So I was sort of left on my own, and I was very inspired by Kenichi Omae at that time. And I kind of wanted to find a job where I could actually start making social impact, but I didn't know what it was. And it felt that consulting would give me a breadth of experiences and opportunities to let me figure out sort of like,get me to buy time, and that's when I stumbled upon internet, and it was the beginning of the internet, and that's when I started this whole career of building products and services for people around the world. So after you working for the big company like you know, the Amazon and McKinsey, so then so you choose to start your own business, right? So you know, the in Japan.Especially in Japan, not only for the women and only but also the male, it's really, you know, it's not easy to establish your own company, right? But why did you choose that way? That's so, you know, harsh. Right. To me, it was a natural progression, because I had a number of sort of management positions at international companies such as Disney and Amazon. And my sort of career path was either sort of becoming the country lead for these such companies, or
building products and services with my own passion. And but a group of us from Amazon, we kind of wanted to try out to see if we could build our own products instead of sort of pursuing the corporate career forever. We felt like we could always go back to corporate career. So it was after years of experiences, I feel like, oh, we finally have enough confidence and skill sets, and let's try and. Okay, and you know, so not everyone so became the you, right? Amy Takemura, right? So how do you analyze yourself? I mean, what do you think that needed for the success, and especially the Japan for women? Because you know. I think that the secret to success is quite simple. There are just a few. I think the first of all, I think in Japan, women are put into many expectations, such as if you're a woman of 25, you're expected to be married and have children and be a good cook and everything else. I fortunately grew up in a family where my mother never cooked, so I that's a role model, right? My friend was a microwave, and that was just a joke. But I sort of grew up without having as much maybe expectation as some other Japanese female might have had, and I kind of lived. Being different. I grew up being different. So I think by accepting it's okay to be different, which is, I think, very difficult in Japan, it will put you in a really advantageous position, because once you recognize that it's okay to be different, you can start making choices that other people don't want to do. And that's always sort of been the recipe for success for me. I chose the path, for example, when I first joined the company, nobody was working on developing algorithms and programs for trading. I actually joined an investment bank in my first year, so I decided to buy a book and build this such program, and that was really beneficial for the team. And so that doing small things like that, one step at a time, over a course of years. It will set you in an accelerated or different path from the rest. So that's the first recipe for success. And then the second, I think, is to have your high bar for beautiful work. I think whatever domain that you might be in, I think there's expected sort of quality for what's considered good work. And I always try to benchmark as 120% of that bar. So as long as you have that bar in mind, you always end up delivering work that exceeds expectation. And if you repeat that over years, again, that will put you in a different path from the rest of the pack. It's quite simple. Okay. You know, in Japan especially, so when I see the women who are active on the business sector and also the successful women, most of them to build their career in a foreign capital company, like you. Yes. You know? Yes. And also, so I work for both the Japanese company and also the U.S. company. And then, definitely, you know, the foreign capital company is really, you know, easier to. That provide a really comfortable situation and also the chance to promote for the women. So for the women to work for the Japanese company. So yes. What is the tip to, you know, promote or to develop their career? So I think first of all, again, I think as a woman at Japanese companies, if you aspire to be senior leader, you ought to kind of be okay being different, at least for some time in the future. So I really highly recommend traveling. Because I think traveling would put you in the minority positions where you would have to kind of figure it out and work independently with kind of a leadership. And I did a lot of traveling when I was young, and that really kind of gave me independence and leadership skills. And I think that type of skill can far transfer back into Japanese corporate culture, because once you're in this big corporate culture where
maybe women are considered minority, it's not so easy to build such experience. So I think women should take some time and maybe try, in my case, I studied in the States, but I would highly encourage women to study abroad or travel around the world where you can build independence. Mm-hmm. And to go outside is a really good chance. Yes, and also I think now there's growing focus for remote work in Japan, but I understand the percentage of companies enabling remote work is still minuscule. I think, as Tanimoto-san mentioned, I have two kids as well, but giving birth to kids and having older parents really kind of give you different priorities in life. And as women, we want to do well for both accounts, family and work. So by providing flexibility, I think that will kind of give younger women a path for future to thrive and do well in the corporate environment. Mm-hmm. Because otherwise, I think women kind of start planning to phase out. Like, oh, once I'm 32 and have a child, I don't see a pathway forward for the future. So I think to retain top talent, you need to start building flexibility. Mm-hmm. Okay. So you already got a really brilliant career, but is there any a dream or, dream in the future? So I'm now working in education, trying to help reimagine Japanese education environment where kids can start building confidence, where some of you may know, but the Japanese high school students are known to have one of the lowest confidence level among OECD countries. So I think, especially women, so the average confidence level is already low, and the women tend to have even lower confidence level. And the reason why it took me so long to sort of start building my own businesses is, I think one of the reasons is the confidence issue. And once you have confidence and willingness to start tackling on challenges without answers, it's so rewarding. But I think many kids in Japan, they're expected to only tackle problems with answers already embedded in it. And so I would like to see Japanese education environment change more for independence and creativity. Okay, lastly, so could you tell us your some message or advice, especially for the women, so really wanna change this world, and also to be the pioneer in Japan and in the world? I would like to share that it's possible to do both, do well at work and do well in family, and it's just a matter of setting the right priorities and having good collaborators, people, peers, to support your work style. And I don't feel like I had to sacrifice so much to achieve both. And I really like to encourage women to enjoy having both opportunities, a successful career and successful family. Mm-hmm. Yes, thank you so much, Emi-san, and also thank you so much for all of you for listening. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.